さ、この前ね、うん、ご飯食べてたんだけど、アルノとパンとご飯食べてたんだけどね、なんか、太ももがなんか生温かかったの。で、なんか隣にアルがいて、目の前にパンがいてだったんだけど、なんか、あ、なんかあったかいぞと、ね、うわって言ったら、アルノのなんかこう、取ったものから落ちて、ユッケが太ももに落ちてて、こいつやったと思って、いやもう、ユッケポトって私の太ももに落としてきた。出してる今。あ、そうそう、靴にあのいつもの黒いさズボン入ったんだけど、うん、そう、生温かい生肉が落ちてきてびっくりした。土下座してる。やばい。あれって意外とさ、あれじゃないところ。違うよ、あれだってね、いつもね、ご飯こぼしてない。そう、ご飯ここにこぼしてない。誰か助けて。だってあるのさ、ゼッケン綺麗だったことないよね。ちょっと待って。本当に。くらい、もう本当にあるは、うん、なんかいつもこぼしてんの、服に、うん、のくせにいつも白い服を買うの、あったの、それは確かに誰か助けてそう、本当にやってるよね、本当に。いや本当に気をつけよう。だから、うん、なんかご飯食べるときはなんか横並びにはならないようにしようと思う。人と飛ばすの飛ばすの運んでくるときにこの上純粋な色肌が止まらない。好きよ、私は色肌好きだよ。だ落としちゃってそう本当にすまんな、うん、しかもユッケはマジで良くないよね。生肉落とすのはちゃんと良くなかったよ。やだね。そう、しかも本当にずっと人の話を聞いてないの。違う、そんなことない。この前のさ、ご飯のお肉食べてる時もさ、あのあれだってテレサがまた目の前にいて、あれだけ隣にいつもこんなのみたいな。そうで食べてる時になんか、うん、テレサがこっちに向かってこうなんか言ってたの、うん、で私がうんうんって言って、あるのがうんうんって言ってんだけど全然聞こえないんだけど聞こえてた人忘れてたの話。そうそうそう、本当に全然聞こえないんだけど聞こえてる人みたいな。なんか最近ひなとあの多い、ね、池田さんとね、マジで順調じゃないぐらいご飯行ってるからさ、良くないね、本当に。本当に肉食べてるもんね、そうでね。そう、よくない。しかも夜中に行ってない？いや、夜中？夜に行ってて、レッスン終わりとかでさ、そうそう、行って、もともと遅いから、そう、そうっていうのもあるかも。大きくなったら行こうね。うんうん、時間と出かけるようになったら行こうね。そうね。せやもいいね。せや。